巨大なサンチェ君に車体全面がサンフレッチェカラーとなった新たな電車。フルラッピングで応援したいと広電が初めてクラウドファンディングを実施したところ、500人以上からおよそ2800万円の支援があり実現しました。この電車は広島駅から広島港の間を中心に1日7、8往復するということです。